というわけで、初見さん歓迎、質問歓迎、投げ銭スパチャは大歓迎、えー、パーカッションのワークショップやっていきます。高文がお届けします。よろしくお願いします。まあ、カウベルの面白いところっていうか、金属楽器のシンバルとかもそうですけれども、その、育てていく楽しさっていうか、使い込んで自分が好きな音に変えていく、えー、自分好みに変えていくっていう楽しさが、まあ、こういう金属製の楽器にはあると思いますんで、まあ、サビさせるのか。 錆びさせないのかっていうねあるいはミュートすんのかしないのかっていうねカウベル買ってきましたとでブラック系、えー、塗装系のカウベルじゃない金属のね鉄っぽいやつを買ってくるとまと、あ、にこういう風によく触るハンドカウベルなんかはですねほっとくと錆びますこれねだいたい同じ時期20年ぐらい前かな20年ぐらい前に買ったやつなんですけど、えー、こっち、まあ、ほ,ほとんど、まあ、こういう錆びありますけれども 若干くぐもってる程度ですね。で、こっちらめっちゃ錆びてるという感じです。で、カウベルっていうのはですね、経年変化いたします。叩けば叩くほど音変わっていきます。使い込めば使い込むほど音変わっていきます。錆びがつけばつくほど、えー、音がミュートされていく。ちょっとこう抑えられる感じになります。今ちょっと軽く叩いてみますけど。 まあ今でも結構その倍音が鳴っている単一的な音じゃなくていくつかの周波数の音がジャーってこう鳴ってる感じなんだけれどもこれね購入した時はもっと倍音が要は暴れてるような感じだったこっちは結構倍音がその状態なんだけれども これを、まあ、例えばね、新品で買ってきて、こう叩いている。と、振動体なんで、やっぱりね、経年変化して、この自分が鳴らしている振動数の音がより鳴りやすくなります。で、さらにこう触ってる、えー、錆びてくると、だんだんこう音がミュートして、まあいい感じに枯れてくるっていうイメージですね。 シンバルとかもそうだと思います。新品のシンバルって結構シャンシャンしてるような感じなんだけども、こう叩いてると、だんだんその自分がよく鳴らしてる周波数の音にこう収束していくっていうかね、まとまっていく感じになりますし、若干こうくぐもって錆びていくると、まあ、程よく枯れてくるようなサウンドになります。で、まあ、錆びさせる、錆びさせないは好みです。この倍音が多い方が好きっていう方もいると思うんですよ。 逆にちょっと倍を抑えたいなっていう場合は、まあ、自然に任せてね、錆びさせる。あ、じゃあまず錆びさせない場合ね。まあ、自然にやってたら勝手に錆びるんだけど、錆止め。えー、クレ556みたいなやつを、さっとふ、さっと吹きかけて、ま、さっと拭き取って、ちょっとこう、乾燥させておくと、微妙にね、あの、錆止めのコーティングが <laughs> つくらしいんですよね。クレ556なんか。 というのやると、えー、こういう状態が保てます。で、こういうのやらないと、まあ、こういうふうに自然に錆びていきます。はい。まあ、これ、お好みっていう感じです。で、錆びると、まあ、音枯れていいんですけど、ね、<laughs> あの、持ってる手が錆びがつくのがちょっと嫌だっていうね、方もいると思うんですよ。これ、これ一回錆びさせた状態で、えー、コーティングしたんで、この状態で今、 留めているコールドスリープさせている状態なんだけれども自然で錆びさせている場合ねこう手にサビがついたりするのがちょっとね嫌だっていうか汚れるのでまあサビが嫌だっていう人は錆止めておいてバイオン抑えたい場合はちょっとこの中にミュートをするまあ例えばこういうジェルミュートみたいなシールみたいなものを1個貼るだけでも今ミュートなし。 ミュートをありますこのちょっと見えづらいんですけどこの中にありますねちょっと音がまとまったの分かりますかコンってなってからこうコンコンってこうね <laughs> ミュートがある重りがあるおかげでちょっとこう音が収束する感じになりましたと。 でこういうのを使って、もういくらでも実は調整ができます。この貼る量だったり、貼る位置ですね。それはぜひご自身のカーベルを、えー、ゲットしてですね、ここに貼ったらどんな音すんだ、ここに貼ったらどんな音すんだろうってうね、いろいろ試してみるといいかなと思います。で、別にジェルミュートがなければ、ガムテープをくるくる丸めたようなのあってもいいでしょうし、まあ要はその、この、 ここにあるいはこっち側でもいいんですけどもちょっとこう厚みを持たせたりウエイトをかけることによって音を変えることができますはいなのでさっき言ったのは、まあ、こういう黒いやつじゃなくて、えー、銀のやつとか金のやつを買って、えー、自分の好きなように調整したらいいんじゃねえかなというのが僕のおすすめです吹きかかける頻度はどれぐらいですかあうんー カウベルを叩く頻度にもよりますけれども、錆びさせたくないという場合には、1年に1回ぐらいは吹いた方がいいんじゃないかと思いますけれども、僕ね、もう,う5年ぐらい吹いてないと思います。これ。では、そんなに叩かなければ、えっと、1回だけやっておけば、その自然に錆びるってね、そんなに、えー、と湿度が高い環境に置いてるとか、でない限りは、まあ、そんなにないかなと思います。 なんか、倉庫とか、あるいは、教えの押し入れの中にね、入れておいたりしてる人は、たまにちょっと確認す,するといいかなと思います。あんま最近叩いてねえんなってどうかなって言って、あ、錆びてるなって言ったら、えっ、ー、と、くれ556で、錆落としもできますから、錆落としていただいて。そうそうそう。まあ、枯れてるのが好きな人はね、あの買ってきて、わざと、あの、水かけて、放っといたりしてますよ。